大阪ホイールを南側から、手前の建造物輪に触れる。地図レッドホース大阪ホイールは大阪府水田市のイクスパシティ内に存在する観覧車である。交差が日本一の観覧車であり、世界で初めて免震構造を採用、日本初の国土交通大臣認定の観覧車である。大阪府水田市の万博記念公園内にある複合施設、 イクスパシティのランドマークとして建造され2016年7月1日にグランドオープンした。全高は123メートルで火災林海公園内のダイヤと花の大観覧車を抜いて日本最大となった。開業時点では世界でも5番目の高さだった。ゴンドラの台数は72機、一周の所要時間は18分である。ゴンドラからは 万博記念公園の太陽の塔が見下ろせ、晴れた日には安倍のハルカスや梅田のビル群、六甲山系、生駒山系が見える。日本の観覧車で初めてウェブでのチケット販売を行っている。観覧車として世界で初めて免震構造を導入している。観覧車本体は白色が貴重となっている。すべてのゴンドラは床面が、 アクリル張りのシースルー構造となっており、真下の景色を楽しむことができる。また、ゴンドラは冷暖房及び空気清浄機を備える。座席シート幅は一人当たり約60センチメートルに設定され、他の標準的なゴンドラよりも約15センチメートルゆったりした作りで快適性が重視されている。なお、日本の観覧車では珍しく、 ゴンドラ内でドリンクを飲むことができ、ドリンクホルダーも設置されている。通常のゴンドラの定員は6名である。その他2機のゴンドラが VIP ゴンドラに指定されている。VIP ゴンドラの定員は4名で、川張りのソファ、透明な床面をスイッチ操作で曇りガラスに変更できる機能など特別な内装が施されている。2機の VIP ゴンドラは、 開業月が7月だったことにちなんで、ビゴ、アルタイルと名付けられている。試行を担当したのは、過去にスペースワールドのスペースアイを手掛けた経験もある、半和工業で、佐野ヤスライドと、泉明工業という二大大手を抑えての受注となった。水平軸の周りを回転する、骨組みの先端に、キャビンを吊り下げて、回転移動する。 左右角3本の交換にて構築された支柱上に中心軸部を設置し放射線状に回転輪を取り付け、さらに吊り下げアーム軸にキャビンは取り付けられている。回転輪の駆動方法は電動方式によるタイヤ駆動である。キャビンの扉は二重ロック機構を持っており、内部からの開閉はできない。また、キャビン全体の触れ防止装置が設けられており、 強風時のキャビンの揺れを軽減している。日本初の国土交通大臣認定の観覧車である。2007年に建築基準法が改正され、高さ60メートル以上の工作物には大臣認定が必要となって、以降、観覧車としては初めての物件となった。大臣認定の取得に必要な基準及び安全性を考慮し、観覧車としては世界で 初めて免震構造が採用された。免震層は基礎と一とこの間に設けられ、鉛プラグ入り積層ゴム支障を使用した免震構造物として設計された。夜間は LED 照明によるライトアップが行われる。季節やイベント、タイアップ企画などによって内容が変化する。ピンクリボンデーでピンク色、世界骨訴訟症デーで青色、一色医療啓発キャンペーン。 グリーンライトアッププロジェクトで緑色に点灯したことがある。大阪モノレール万博記念公園駅より徒歩2分 ABCD レッドホース大阪ホイールエキスポシティに行こう。やばい全面シースルー日本一の観覧車が独占市場に割り込み大手商社の常識外れ先日ケイウエストありがとうございます。